はい、ガッチャンです。 XM3 のダイエット今日が13日目です。時系列がねごちゃごちゃになってきたので整理してみたところ13日目が正しいです。で今日もぴょんぴょん台ぴょんぴょんジャンプしながら XM3 と今日ねスーパーミックスもう入れちゃったんですね。スーパーミックスのご紹介もしながら飛んでいきたいと思うんですが、私ね3分の動画を探してたんだけど結構3分で笑えるなんとかとかそういうのいっぱいあるんですよね。なんで3分で今日は腹筋崩壊面白ドッキリなんていう3分で笑える海外の動画を流したら3分ジャンプしていきたいと思います。そう、若干筋肉痛でね足が痛いんだけどまあなんとかなるでしょう。はい、ではスタート。よいしょ。もうすでにこのお腹痛い。そうでですね、あ、スーパーミックスのご案内ね。はい、スーパーミックス、これまあこれもね、ジージャー製のやつですね。これはね日本語で書いてるから多分日本で販売されてるんだと思います。私はあんまジージャーのビジネスのことよくわかんないので、それは問い合わせしてください。はい、詳しい人につなげます。でですね、180日間で30キロですかね。じゃあなんで体重計ないのに、なんでわかるのって言われるとなんですが、1週間に1回ぐらい実家のねまともな体重計に乗って測ろうと思ってます。で今まではね、顔つきでいいかなと思ってたんですけども、ちょっと明確な目標を提示されたのでね、ここは頑張ってダイエットしたいと思います。で昨日から、自分のインスタグラムのアカウントに30秒のミニ動画と IGTV の方に、縦長のね60秒のダイエットじゃなくて3分のぴょんぴょんダイエットの様子を載せてるので、ぴょんぴょんダイエットね、なんだかんだ言って2回やってるんですよね。一気に6分にしたら、まあ腹筋は痛いわ、太ももは痛いわなんて感じなんですけども、まあいいでしょう、時期になれるんじゃないかな。そうでですね、あ、タイマーじゃないから時間がわかんないな。つまり動画止まるまでってこと？それもきついな。はい、そうでですね、まあスーパーミックスはですね、カタログを見ると90種類の必須栄養素が入っている、イガスで、そう、まあ、大体ね 500cc で1袋ぐらいかな。はい、まあ、甘いのが苦手な人はちょっとね濃いかなと思うぐらい、私はね甘いのだけなんで濃くてもいいんですけども、まあ、このまま飲もうと思うと難しいかな。プリンとかなんかお菓子に入れるって人もいるかもしれないけど、そんなめんどくさいことはしません。で、XM3 を飲んでこれをガボーって飲んで、あとはもう1日山ほど水分を取るって感じなんですが、昨日はだいたい3リッターぐらい飲んだんじゃないかな。そう、飲みすぎっちゃ飲みすぎなんですけども、なんかね、ディスクでね、この2、3日ずっと動画じったので、動画仕事、動画の編集とかすると、まあついつい水に手が伸びる、そんな感じで、まあガバガバ飲んでます。そう、ごめんなさいね、動きが遅くなったという感じしまった。そう、まあ、そんなわけで、スーパーミックスを飲みながら XM3 のダイエットを続けてます。で、多分ね、あさってそのぐらいには、体重をしっかりと思うので、最新の体重をお知らせできると思います。まあ、前回ね東京で測った時に、115キロあったんで、その時はね靴履いたりね服着たりしてたので、まあ正確な数値とは言えないでしょう。今回正確な成長を図っているので、皆さん楽しみにしててください。動画止まんねえなと思ったら、そう、もしかして次の動画やってる？動画止まんないなと思ったらもう次の動画やってました。まあ、3分は終わったことでしょう。というわけで、今日もガチャン、元気にやってますね。皆さん、皆さんも XM3 のダイエットやってる皆さん、頑張ってください。そしてね、この XM3 試してみたいって方は、コメント欄、もしくはメールとかメッセージで私にご連絡ください。どなたでも今、
無料で分けております。4日分ね。なわけで、ガッチャンでした。